はい、前回はですね、EDS とでもまあ全部終わったわけじゃないんですけど、 EDS 測定終わらせて、でちょっと段取りが悪かったんですけど、これを長押しして検出器を下げました。でこちらのバイアスを止めたところまでやりました。でこの後は、次にテムじゃなくてステムの終了しようとしてます。でステムの終了はまあそんな難しくなくて、まずスポットで止めて、でノンにして、でテムに戻した後とあれですね、テムに戻してっていうことくらいですね。で、検出器を先に、あんで、検出器も引き抜きます。検出器引いて、回す。こっちに回す。っていうことですね。で、あとは、この画面を閉じると。閉じてきますね。閉じてきます。はい、閉じます。で、閉じます。こいつも閉じます。今、手元のもうモードになってます。はい。で、あとは、これを元に戻して、ってことですね。こんな感じですね。で、あとは、テムでの終わりを、追ってきます。よいしょっと。でも、ステムはもう、あれで終了ですね。で、次やることですけども、オブジェクトレンズとかを変えましたんで、元に戻します。まずは、これはもうこのままでいいですね。で、オブジェクトレンズを元に戻します。この赤色のところに。ごめんなさい、これ CL レンズ。CL レンズはこれでいいです。で、オブジェクトレンズはこれですね。で、戻します。で、こんなふうになってます。こんなふうになってますね。ね。で、こんなふうになってます。やっと終わりだなと思うと、ちょっと開放感がありますね。まあ、ここから大きな山があるんですけどね。で、次に、アパチャーモードに戻しましたら、倍率をですね、マグニフィカイを元に戻します。それはマグ2をします。今、600K 倍になってますけど、これをですね、マグ2をして40K 倍にします。これですね。あ、すごい光、強い光が来ましたね。で、こんな強い光が出てきてます。でちょっと強しすぎるっていうのもあるんですけど、次の人が見つけやすいように広げときますっていうか、中心位置がなんか思ったところにいないというよくわからんところになってます。ああそうか。でちょっと次の人使う人のためにいくつか調節しとこうと思います。ああなんかすごいことになってるな。例えばこのオブジェクトレンズ外すとかですね、やるってことですね。ちょっと待ってくださいね。こんなに変わってんの久々に見たな。ちょっと待ってくださいね。これを開マグニフィカで大きくしていたときに円を大きくしていって、でこの円周のところがぴったり合うようにこことここで直していきます。よしと、こんな感じでいいですね。なんか四角いものがついてる跡が見える気がするんだが、あれは何なんだろう。まあまあいいや。でこんな風にすると一応直しておきます。ある程度ね、次の人にやりやすいように直しておきます。でここまで綺麗に整えとけば次の人がすごく楽になりますね。もう一回確認していきましょう。まずCL レンズで合わせて綺麗になりましたね。40件でオブジェクトレンズはちゃんとアパチャーになってると、で CL もちゃんとアパチャーになってるのも確認してください、ね、順番の手順が悪いかもしれないですけど、すいません、これ長丁場なんでだいぶ疲れていますね。でですね、これ終わったら今度はフィラメントオフにします。
いいですね。フィラメントオフします。で、イエスです。で、フィラメントオフします。で、ゆっくりパーティッと思います。さて、そうするとね、フィラメントオフするとこれも良くなってきます、ね、なってきますね。で、フィラメントオフにしましたね。よしと、じゃあこれでいいですね。じゃあついでにもうカバーもかけときますか。あ、これで顔が見えなくなる話ですわ。よしと、こんな感じですね。じゃあここまで来たら、あとは、サンプルを抜くんですけども、その前にやっておきます。じゃあサンプルを引き出す前に必ずステージニュートラルを押してください。ステージニュートラル、オッケー。でもう一回やります。人間必ず忘れる人間なんでね、安全のために2回やる方がいいですね。クリックして忘れっていうのももしかしたらあるかもしれない。でここまでいったら、あとサンプル引き出します。まず部屋の明かりをですね、明るくしましょう。まずループランプ消して、でここどっちでもいいです、順番は特には。でこれでいきます。でサンプル引き出しますね。じゃあ順番いきましょう。さて、じゃあ次はですね、サンプルの引き出しの手順にそろそろ、もうそろそろ終わりですね。やっとかというところまで来ました。こんな感じですね。で、サンプル引き出します。その前に、まずは今こういうふうに綺麗に、しておいたんですけど、これをこんなふうにコンパクトにしておいたんですけど、これを開けてすぐに戻せるようにしておきます。すぐに戻せるようにしておきます。ね、すぐに戻せるようにしておきます。ついに戻せるようにしていきます。で、ここからが一番難しいです。一番大変なところです。一番難しいです。これが一番難しいです。もうこれが本当にね、ここを失敗されて一悶着あったことがあります。これ本当に気をつけてください。まず引くときは、一番目に最初に引くときは気にしなくていいです。まず手順、もう一回言います。言いますね。まず新人の人は必ず、手袋をしてください。で、やる手順はまず引き抜く、60度回転で、また5ミリ引くで、30度回転で、その後にこれをエアーにします。まず一番最初に引くときは気にしてなくていいです。もうビビらなくていいです。普通に引けばいいです。普通に引けばいいです。いいですか？普通に引きますよ。最初は引きらなくていいです。で、引いたらちょっとだけ回します。ちょっとだけ。10度、15度ぐらい。で、ちょっと離します。で、ちゃんと回します、今度は。60度まで。大事なのは、回す動作と引く動作を一緒にしない。回すときは回す。引くときは引く。ということをやってください。そうしないとスポッと抜けてしまいます。次は引くだけにします。いいですか？引くだけ、引きました。そしたらもう引かない。引いて止まったところで引かない。止めておく、親指でちゃんと止めておく。で、ちょっとだけ回す。15度ぐらいまで回したら手を一旦離して回すだけにする。いいですね。で、保持しておく。ちょっと待ってくださいね。で、今ちょっと手離してるんですけど、本当はいけないです。で、浮くと。で、ここまで来たら、
ポンプを、あ、カーンとやっちゃうと音鳴りましたね。そしたらポンプからエアに変えます。うん、この音が鳴りましたね。そしたら30秒待ってください。さらに念のために30秒待ってください。あのテムとかいろんなこのものを扱うときはゆっくり慎重にやればいいです。速さが問題ではないです。事故を起こさないでやることが、あの安全に行うことが最も大事なことです。事故を起こさないで終わることが最も安全な大事なことです。事故を起こさなければ次のチャンスもありますから、必ず丁寧にゆっくりやればいいです。今までの経験上ですね、事故を起こしたりするとその対処に時間がかかりますし、また同じ立ち上げからやらなければいけないことも多いです。結局はですね、精神的にも肉体的にもかなり疲労しますし、うん、苦痛の度合いとしては10倍から100倍ぐらいになりますから、事故を起こさない方がはるかにいいです。で、事故を起こした場合には物が見つからなかったりして2週間の3週間とかダメになることもありますから、そう考えたらだいたい経験則として10倍ぐらいから100倍ぐらいっていうのは間違ってないと思いますね。で、これでちゃんとできたら、あの引っ張って終わりです。ちゃんと30分になってますね。で、ちゃんとポンプからエアになってるということですね。ちょっと見えづらいですかね。ちょっともうちょっと変えてみましょうか。一応ちゃんとエアーって書いてあるはずです。ここにエアーって書いてあると思います。うん、書いてありますね。ポンプからエアになってますね、うん、あと引き抜くだけです。これを引き抜くだけです。これ引き抜くだけです。この先端はあんまり触らないようにしてください。引き抜くと、これいいですね。で、これをここに持っていって、で、あの取り付けと逆の手順で外すってことだけですね。で、あとここには一応ゴミ入るといけないので、一応ここの期間では銀のカバーをこうやってかけておくってことになってます。できるだけいろんなものが入らないようにという配慮になってます。うん、これでいいですね。で、終わった後真空度も大丈夫かどうかっていうのもチェックしておいてください。うん、まあそこそこですね。 2.4 ぐらいですか。よし、あとはサンプルの、取り外し、ここサンプルホルダーは取り外しましたから、サンプルホルダーの取り外しに移るってことですね。そうですね。あ、ちょっと持ってた、これの取り外しをするってことですね。取り付けとほぼ同じですから省略してもいいんですけど、ちょっとやってみますね。